はい、ということでお兄さん、はい、ありがとうございました。1品目完成でーす。もう刺身は、あと次は、はい、次は、じゃあ天ぷらですか。天ぷら、はよ。天ぷらこれも同じだろ。あ、いいっすね、いいっすね。ちょっと軽くね、軽くね、軽く、いや、もう軽くでいいっていうの分かったらそうしますよ。一番やらなきゃいけない工程が水切り。あー、前回だ、ね、そう、のみです。あれはパンチ効いてたね。うん、思い出したくもない。お、いいっすね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 。あとはもうじゃああれじゃないですか、あの、好きな形に切って。うん、もうこんなもんじゃないの、なんかそんぐらいな感じがする。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、もちみてぇだな。確かに、もちみたい。ね、そしたらこれにね、ピチッとかかってやって、パパッて入れて、ピッてやって、パパッて入れて、パパッて入れて。まずと、隠し包丁をひたすら、隠し包丁入れなきゃいけないでしょ、これ。体のためでしょ、あと見た目のために。そうだね。米どこにあるの。でも、いかいつぶり、1年ぶり。いや、闇以下釣ってますね。あ、そっか、あれ寒かったっけ。寒かった。半年ぶり。そう、半年は経ってるかもしれないだね。うん、よし、はよ、お疲れ様です。あとはパン類がいりますけど、でも、ちょっと待ってください。はい、下層を忘れてますよ。下層点欲しいでしょ。下層点欲しいね。このエンペラとかもさ、ここもいらないかな。いっぱいあるからね。これは今、イカの耳ですな。っていうか、耳もでっけえな。でっけえんすよ。で、この辺もちょっと、皮がなぜか残るんで。そうだね。切っちゃいます。オッケーです。もったいないですけど。で、これを、頭も、どうします。天ぷら類にします。そうだね、やっぱもう、天ぷらメインで。これも、ね、あれやらなきゃいけない。耳ってさ、どうなんだろうね。なんだっけ、あの、ヤリイカの時ってさ、シャキシャキしてるんだよ。うん、煽りはどうなんですかね。どこやんの、これ。そんなイメントさ、イカでしたっけ。まあ、厚みがあるからね。ね、やっといた方がいいんだろうね。やっといた方がいいよね、きっと。いいな。で、これを産んで、はい、こういう状況になりました。ダムはできたの。はい、できましたっていうの、これ画面に見せるとか、なんかそういうのないの。ボールを持ってさ、あの、あるじゃん、もこみちキッチンでもやってるじゃん。ダマです。はい、ダマで、はい、黙れ。はい、黙れ。はい、はい、黙れ。お前、その、ついに。いって刺さりまくるっすね。ワインっつったら、なんかもう、小指刺さりまくりなイメージやな。それを、なんかこんな感じで。見事、見事いっちゃう。あ、ね、っていうか、あの、あれ鱗とか。どうなってねえ、それ。鱗、あの、鱗を取るっていう習慣がないんだろうね、俺らね。魚釣ってないから、あの、ちっちゃいのしか。鱗内径しかやってないから。一番最初にやってくれたんだもんな、師匠が。師匠の赤旗、美味しくいただきます。赤旗、焼酎。さあ、はい、ってことは、前回ね、我々は水を切らずにそのままブレイクさせたことがありますから、キッチンペーパーで、まずはね、様子見ていきますかね。あ、いいですね。あ、こいいですね、こういう感じですね。あ、いいね、粉でいいの。
静かですよ。皆さん、天ぷらが静かに上がってますよ。ってことは熱が足りてなかった。足りてないよ、ね、足りてないよ。まだです、ね、まだまだだよ。ちょっと怖いな、うん、あの時のあの時のトラウマが僕らにはありますから、ね、そうですね。で、怖いだろうけど入れる時はここ弾落ちちゃうから必ずこの上で、この上でもっと近くに寄る。アンリ、腰が引けてるぞ。引いてるぞアンリ、ちゃんと、はい、もっと、よっ大丈夫？いった。はい、ちゃんとボールをちゃんとね、近くにしないとね、落ちちゃうから。そう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 。で、優しくね、入れる、そういう感じでね。はい、ですよ。あー、いい感じ、いい感じ。全然跳ねてない。全然、あの時と全くもう、あの時はもう、かかかかったから。こんな感じですね。わー、すごい美味しそう。あ、どれ？あ、いいんじゃない？あ、すごくいいんじゃない？あ、でもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これを、うん、炒め物にしたいから、遅い方がいいよね。翔さんがね、バター醤油なんてうまいんじゃないなんつってね。そう、だからバター醤油にしたいんだけど、遅い方がいいよね、食べやすいよね。そうだね、確かに。そうだよね。うん、やったかい。おや、おや、おや、お、イカがパリピ。イカがすごい、特にこれ。イカが超パリピ。え、塩コショウをして、あと何するの？醤油で味付け。そうだね、醤油で味付けするのかな。それだけかな。バター醤油っていうぐらいだから。そうだろ。イカ醤油入れたのあれだったら味見してみないんじゃない？で、何かにねえなっつって。行こう。なんかあれじゃない？ちょっとオリーブオイルとか入れたらかっこいいみたいな。ああ。白ワイン？え、どうなの？え、どうなの？どうなの？だって和風でしょ。え、だってバター入れたらちょっと和風じゃなくね？どっち？どっち？どっち？あ、でもいい感じ、いい感じ、いい感じ。もう結構入れますね、それ。あのね、俺はね、昔からね、あのね、薄味、素材を大事にするって言われてたんだよ。全然してねえ、全然してねえ。あ、醤油と素材の味どうもね。じゃあ、これでどうですかね。あ、でもいい匂いだよ。食べてみます。あれ、じゃあこれで完成ですか。とりあえず、もう完成。刺身と天ぷらとバター醤油炒めっていうことで、はい、今回3種目。はい、はい、入ってきました。はい、よいしょ。いやー、こちらですね。天ぷらと、天ぷら、はい、天ぷらと刺身と、あとバター醤油炒めのマヨネーズ七味付き。いいねー。いいでしょ、つまみっぽいでしょ。いいね。カサゴ、カサゴ、チョイスケット、赤旗のお味噌汁ですねー。はい、じゃあいただきましょうか。今日はね、俺、釣った釣特権で、はい、あの今日贅沢に、はい、箸を大きいを箸にしてます。そうですね、はい、贅沢なのそれ。それ支えすぎねえか。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ皆さん、どれ食べていいですか。やっぱり新鮮がさ、鮮度がイメージだから。刺身からかな。まあやっぱりアイさん釣ったんでね。アイさんからちょっとそれは結構いただきますか。ちょっと醤油つけていただきます。あ、煽りだ、あの甘みが。あ、ほんと、うん、あのでも確かに煽りは甘い。ヤリイカとか、うん、あの辺と違う、全然違う。ほんと、お、甘い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 。噛めば噛むほどこれも甘い。でも、ね、甘みが違うの。あと、なんかこうとろけるっていうか、煮とっていう感じがあるから、これ美味しいやつ。あの、すごい新鮮な、うん、あ、いいね。ちょっとみんな、うん、刺身行ってみなよ。行って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 。おーい、甘っ。お、あ、うん、サクサクしてる。サクサクだよ、なんかね。サクサクなの。ミトの中にサクっていうのがあるのね。シャキシャキっていう、新鮮だなみたいな感じ。おー、もう米と食ってるやつ。早くない？もう、しかもそんなに米ばっか食ったわ今、うん、甘い、甘いよ、甘い、うん、俺も食ってみたい。あ、食べて、あ、これこれサクサク、うん、うんね、そう、透き通ってる醤油で、すごい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 、うん、あ、なかなかいい醤油皿になりましたね、これ。これを、はい、どうぞ、食べてください。どうですか、店さん。お店だでしょ、でしょ、これ美味しいね。お店だこれさ、あれじゃない、あの、スーさんが、うん、
ご飯と食べたらそうだったから、うん、この辺ぐわーすくって、うん、とかに卵の黄身とかパンとかってやつだよ。あーうまそう。やばい、それやばいわ。あもうぐわーって、まあ、ある程度ね、こうやっぱ見栄えで、じゃあ見栄えも、そうだね、じゃあ見栄えですからね、うん、皆さん、あの僕があれじゃないですか、見栄えが大事ですから、うん、でも白に白ってさ、うん、よくわかんないね、見栄え君だけにただうわー醤油かけて、はい醤油かけて、君の隠し味お醤油です。えこれ卵かけご飯専用醤油です。君の隠し味、はい、でも美味しそう、うまそう、うまそう。ああああもっと醤油かけていいんだ、いいよ、うん、卵かけご飯の醤油だから、うん、じゃあちょっといいですか。俺多分その醤油と合う気がする。俺もそんな気するわ。見てて。そうそうそう。うわ絶対うまそう。すごい幸せそうな顔してる。うまい。あの僕がつまんだものですけども。はいどうぞ。やばい、これね、君だけにしてよかったかもしれない。わ醤油兄貴が。うまっ、うまい。これ言ってたことなかった。君だけにして正解。濃厚にいらない。うん、もっと君だけ、もっと入れても良さそうだよね、みつね。全然いい。うん、もろみ、この醤油はね、おいしそう。ちょっとうわ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 、この醤油かけて、うわうわうわ、あもう甘い醤油の表情が映せないだけにつらい。おいしいよ。気になる、この醤油。そうどうすか、ちょっとケンさん、うん、まいよね。アニさん、ケンさんの顔見ましたけども、最高だね。うまいね。美味しいよね。ほら、あのちょっと生卵がちょっとダメなので、アニちゃんが。ああ、そうかそうかそうか。ちょっとお醤油だけ今かけたんだけど、美味しい。これも美味しいね。うん。あれ醤油レビュー？いやでもね、美味しいでしょ。甘みがあって。すんごい甘いし、うん、やっぱ隠し包丁のおかげで、うん、なんかね、食べやすい。すごく。うん。いいね。口応えも、うん、ちょっといいですね。あの冷めちゃうから、次行こう。うん、はい、終わりました。これどうだい？次は。どれどうだい？天ぷら。メイン。天ぷら。天ぷり。はい、行こうぜ。いただきまーす。はい、みんな持って、はい、持って、はい、持って、持って、はい、はい、あ、一気に食ったみんな持って、持って、ちょ、結果取っちゃうよ。はい、取りました。俺も、俺も、はい、俺も、はい、俺も、はい、イエスでいいよ。はい、はい、はい、乾杯。うめぇ。うめぇ。え、ちょ、俺ゲソもいってる、ゲソ、ゲソ。俺今ゲソ食ったけど、うん、ゲソうまいわ。いやいやいや、もう身の方食べて。身食べたいな。身ふっくらよ、ちょっと、うん、うわゲソは味が濃い。じゃあ身の方、いただきます。歯応えすごいけど、うん、美味しいです。なんか足の方が、なんか全部で見た。あ、でもやっぱり、うん、なんか隠し包丁入れてるから、あのサクサク切れる、うんうん、なんか歯切れない。そう、前のあの、知り合いやった時は、うん、なんかやっぱちょっと弾力がすごかった、うんうんうん、イメージだけど、これはこれは、うん、なんかほんと美味しい。あ、しかもこれも入れたよね、隠し包丁。うん、入れた、全部入れたもんね。全部入れた、うん、正解ってことは、やっぱそれだ、うん、これうまいな。あの隠されてない包丁、身がさ、やっぱり全部分厚いんだよね。8ミリぐらい、8ミリだった、ね、俺の見た目、うんうん、あるんですよ、今、うん、この感じで、うん、でもこれでも全然、うん、断面ちゃんと切れてるから。いやこれ次行こう、次行こう、もう次行こう。どうせもう、どうせ編集短くなんだから、次行こう、もう次行こう。切られちゃうから、切られちゃうから、もう切られちゃうから、これ行こうよ。うん、行こう行こう。とりあえず、うん、1個ずつ、はい、行きますか。これ大体ゲソ多いから、ゲソ、うんうん、ゲソ取って、なるほど、ゲソ取っていきましょう。まずゲソから行きましょう。ゲソだから、ゲソだから。うわ見てこれ、何これ。ダブルです。これダブルでいいですか、これ。ダブゲソ、ダブゲソ、ちっちゃい先っぽ。はい、じゃあ行きますか。はい、せーの、バター炒めですね。うん、うわ、ほら、あ、ほら、美味しい。あ、コリコリしてる、いい感じ。ね、初めにさ、パーンって弾けるような感じ。はい、うん、なんか、いいね、いいね。うん、なかなか破けていかない。うん、いいな。あー、わかるわかる。これあ、ゲソの方もね、コリコリしててうまい。ほら、塩コショウと醤油ね、ビガビガも大丈夫。これ、ゲソかっていうぐらいのボリュームだね、これ。うん、うん、すごい。でもやっぱでかかったもんね。極太、うん、極太クラーケン、美味しい。あ、ちょ、忘れてた、うん、危ない危ない。あ、それがありよ。この寝魚味噌汁、ちょっとドラえもん風なんだなんで、間延びしたどこだ、なんで昭和のドラえもん風なの、ノブヨになってる。行ってみませんか。うん、
飲んじゃって飲んじゃって。ちょっと身は入ってないやつもあるかもしれないですけど、うん、2匹しかないんで、ちょっと南のスープですね、うん、はい、味噌汁、味噌ソープ、味噌ソープ、味スープ、ほら、美味しい、香りがする、ね、ね、だし出てる、うまいから、うん、あんなちっちゃいのにこんな出してんのね、ね、あー、身が、どこ、今何でした今いや、全部顔が出てるからさ、全部チューするしかないけど、いや、美味しい、いや、美味しかったな、うん、まだ半分以上飲んでるから、まあ、そうだね、うん、まあちょっとこれからは、まあ、うん、メンバーズで楽しませていただいて、そうですね、ビデオはここまでだ、はい、ぜひね、はい、皆様ももうイカはいないかもしれないけど、こっち側は、そうですね、うん、でも俺は一個だけ言っとく、うん、諦めないこと、本当だね、確かに兄はどこ行っても 100% ここにはいねえだろうっていうところにもえぎ投げてた、うん、ずっとえぎ投げてた、うん、感覚忘れたくないんだよねみたいなこと言いながらやってた、かっこつけて、うん、かっこつけた、うん、でも俺こんなと思った、うん、いねえと思う、うん、でも口にも出されたいねえと思う、いねえと思う、うん、でも今日俺は間違ってたと思った、いたもんでも本当はなんかそういうなんかちっちゃいところでの成果が出たんだろうなっていうのは思うから、う、ね、うん、こんな美味しいもんに巡り合えるとはね本当だね、うん、だから皆様もぜひイカ釣って、うん、まあ、これからまたどんどん秋イカとかね有名なんで、そっちの方もねまたできるようになったら行ってみたいですね、うん、はい、絶対行きます、はい、というわけで皆さんごちそうさまでした、はい、ありがとうございます、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、あんりちゃん、あに、すずの、Twitter、Facebook ございますんで、皆様そちらの方もごチェックしてあげてください、よっしゃ、次回はどこ行かな、どこ行かなというわけで、あなたの家の前かもねそれは怖い、それは怖い、それは怖い、それは怖いわ、うん、それはやめろ、せめて海にしよう、海に情報だね、というわけで次回のドラゴンボーズもよろしくお願いします、じゃあみんな、バイビー、ネバーイカアップ。